シャツチャックの、はい、マーケットに来て、ちょっと古着のね、うん、もうすごい暑くてさ、もう1時間ぐらいちょっと人通り見たんだけど、はい、古着結構すごいなっていう、なんかこういろいろブートレグなものがいっぱいあって、なんかこうね、ブートレグ面白いから結構いっぱいいろいろ今までもそう買ったりとかしてたけど、うん、今から見せるやつはブートレグじゃなくて、ブートレグっていうのは何つうんだろうな、こう違うデザインで出してるものっていう認識が俺にあって、コピーで超怖い。で今回このマーケットでよく目にするタグがこのソフティのアメリカ製のタグ、ヘインズのアメリカ製のタグ、ジャイアントのアメリカ製のタグ、ロッカムのアメリカ製のタグね、全部で全部ちゃんと、ね、そう全部ちゃんとシングルステッチにして、うん、でちゃんとコピーライトも入ってて、うん、そうこれもね、そうでも全部450とかで、ね、2個で850とかで、これ1800円ぐらい、うん、安い。すごいな、これなんかもう俺とか知識がない人からしたらこんなのがもうくたくたになって、例えばこうメルカリとかで出てたらもう本物だと思う、ね、絶対わかんない。すごいな、なんかこういうのってね、びっくり、なんか知らないで買っちゃう人いそうだよねいっぱいいると思うね、本当ね、超いっぱいあるんだよ、私わかんないから絶対すごい。ほらこれもレッチリね、あとはあれだね、なんかこうリメイクが多いね、うん、リメイク多い、でも結構似てる。そうだから今回はビートです。ビートです。あ、ごめん、Thank you。 かっこいい、かわいい。今回 LCC できたからさ、帰りの荷物ね、うん、ツーバックで申請してるんだけど、ちょっとね本当に何も多分買わないで帰ります。いや多分何も買わなそう。生地もなければ、あ、古着も全然いいのないし。昨日でもねちょっとピカソのね、ちょっとあります。まあ、でもあれ俺のだから。そうだね。いやでもまだ何かまだ探しましょう。もうこれさ、もうなんか分かんなくなってくるからさ、もうあそこまでなってくるとさ、いやもうどれが本物で、もう何も分かんない、どれがね、偽物なのか分かんない。みんな気をつけてください。はい。